モース硬度計、高度1から10までの標準鉱物が箱の中に入っている。モース硬度、モース硬さまたはモース硬さスケールは、主に鉱物に対する硬さの尺度の一つ。硬さの尺度として、1から10までの整数値を考え、それぞれに対応する標準鉱物を設定する。ここでいう硬さの基準は、あるもので引っかいた時の傷の付きにくさであり、 叩いて壊れるかどうかの堅牢さではない。モースコードが最高のダイヤモンドであっても衝撃には、弱く、ハンマーなどである、一定の方向から叩くことによって容易に砕ける。また、これらのコードは相対的なものであるため、モースコード4.5と示されている2つの鉱物があったとしても、それらは同じコードとは限らない。これは、ホタル石で引っかくと傷がつかず、 臨界石で引っかくと傷つくということを示すのみである。数値間の高度の変化は比例せず、高度1と2の間の差が小さく、9と10の間の高度の差が大きいことも特徴的である。一見すると不便な見分け方のようでもあるが、分析装置のない野外においては、鉱物を同定するために役立つ勘弁で安価な、方法である。モース高度のモースは、 この尺度を考案したドイツの鉱物学者フリードリッヒモースに由来している。活石型にしてホタルリン長く、意識光にして金色なりという語呂合わせの覚え方がある。標準鉱物と飼料物質を擦り、引っかき症の有無で硬さを測定する。現実に存在する化学物質の中でモースコードとして最も硬いものはダイヤモンドである。 研磨剤などの硬さの指標として、工業分野でよく利用される物質を追加して15段階に修正された修正モースコードが扱われる場合がある。ありがとうございます。